はい、どうも、年貢シューターと申します。今回から新シリーズ、異民族王馬超の逆襲というタイトルでやってまいろうと思います。概要はですね、異民族、そして新異民族、例えば新疆、新越、新蕃などの武将、これらをですね、異民族のアイドル馬超が率いて打倒曹操を目指していくという痛快はちゃめちゃな中華統一ストーリーでございますね。まずは全国に散らばった異民族、新異民族の仲間たちを救って解放して軍に編成していく。特筆すべきはですね、固有の敵武将は解放しますね。後々ですね、対決路線をはっきりさせて面白くやっていこうかなと思っております。では始めてまいります。シナリオは199年11月、漢中心ここにあり、君主は馬超でやってまいります。はい、配下ですね。配下は馬超、馬厩、まあ馬軍団ですね。そして宝徳と富冠、富冠は馬頭の配下でございました。あとは楊氏ですね。楊氏は馬超の配偶者。あとは宝徳ですね。この初期メンツは特に宝徳なんかはですね、新疆でも何でもないんですけど、これはまあ普通に使います、初期面なので。というかですね、馬超自身がですね、新疆じゃないんですね。まあ個性5つなんで入りきらなかったのかもしれないですけどね。もう一つ外交ですね。もちろん曹操は敵視で、東照が24ヶ月同盟、あと関水敵視ですね、仲悪いですね。でなぜか劉璋が友好、長老は友好ではないですね、この時は。またシナリオ設定、上級、いつもの通り災害なし、戦死は多め、寿命は史実、女性部署登場にしましょうか。で在野部署は史実、なんかこれ史実にしないとね、戦費とかが何番のあたりで出たらなんか気持ち悪いんでそういたします。ではこの設定で始めてまいります。はい、宝徳軍師ですね。で場所は長安になります。隣の当初洛陽、そして安定が空いております。天水と武威が関水、まあどう見ても関水と最初戦うしかない感じですね。まずはですね、決裁イベントが出てきちゃってますね。二強開戦、これは炎章軍と曹操軍の決戦が始まる。これはやっていきましょうか。まあ、張飛がすぐやられがちなんで、まあこれでもやられちゃうのかな。皆の者揃っておるな。集まってもらったのは他でもない。今日は重大な話があるのだ。曹操めをこれ以上のさばらせては、我が軍の聖望も地に落ちる。天下に大義を示すためにも、この炎章が全力で曹操を討伐するぞ。炎章様お待ちくだされ。長く続く戦乱に民や兵士兵糧の蓄えもそこをついています。このような時に大軍を起こすのはいかがと存じます。その通りです。それに曹操の軍は隅々まで軍律が整い、訓練も行き届いております。安易に挑むべき相手ではないことは明らかでしょう。いやいや、湖北を抑えた今となっては曹操を倒すなど手のひらを返すほどたやすいことです。無駄に火を置く必要などないではありませんか。ええ、その通りです。大業を定めるのであれば今こそがその時でしょう。大義の名のもとに一刻も早く曹操を討つべきではありませんか。ありませんか。うむ、皆の意見はどれも最もだ。だが曹操は放っておけば必ずや厄介な相手となるだろう。やはり曹操は今討つべきだ。私は結構優柔不断だ。炎章様、それでしたらまずは檄文を出すべきと存じます。お、これが各都の檄文ですね。先に曹操の悪行の数々を知らしめ、討伐を宣言してこそ大義に立った行いと言えるでしょう。よくぞ言った。わしもそう思っていたところだ。陳琳よ、今すぐに檄文をしたためよ。早々に宣戦布告するのだ。あ、陳琳だ、書いたのは陳琳だ。
申し上げます。炎将軍が各地に我が軍打倒の激文を発しています。ついに来たか。どれ見せてみよう。おう、分かってるんだ。ふむふむ、何だと。わしの罪状を数え上げるに飽き足らず、父や祖父までもう愚弄するというのか。ひひおい、これを書いたのは一体何者だ。ちんりんとそんなに貯めてないか。確かにちんりんの文章は見事だが、炎症に相応の才がなければどうともなるまい。これより全軍をもって炎症との決戦に臨むぞ。もども遅れるわ。誰も王を言わない。199年11月、炎症の宣戦布告を受け、曹操は炎症との決戦の意を固めた。河北の炎症、中原の曹操、天下二強の戦いが今始まろうとしていた。というイベントでございましたね。さて、我々はまずですね、歩を取っていかねばならない。しかしここの都市にはですね、わずか6名、あと道館に2人ぐらいですね。これ全力でですね、手分けして歩を取っていきたいですね。で、馬長はめちゃめちゃスピードが速いんで、安定をまずダッシュですね。これは関数より先に取れると思いますね。というわけで水耕を3名使いまして、安定と近くの歩ですね、まず取ったり固めたりしていこうと思います。さて、それでは見てまいりましょう。さて、先に取れるかどうか。あ、大丈夫ですね。成功へはこっち方向しか行ってないですね。ここまで行っちゃうかな。陳倉まで行っちゃうか。あ、行っちゃう感じですね。そして馬長まだつかないですけど、次のターンで確実に安定は取れる。馬運力で武漢を取りに行っているんですが、この長州勢ですね、取りに来ると思いきや取りに来ないですね。さすがに3人じゃちょっと動けないみたいですね。果敢に城陽は取りに行ってるようですね。それで精一杯か。で、巨匠がもう1万軍を動かそうとしてますね。これ序南行っちゃうんじゃないですか。さあ、安定は制圧ですね。やりました。うわ、ここ取るんだ、成功へ。そりゃまずいな、ぶつかっちゃう。うわ、もう長州軍、そんな暇あんの。一回使う、そこで。あ、ここ先に取るんだ。聞いてくれ。ちょ、関数きついっすね。まあ、逆にここを平坦切りに行ったらどうでしょうか。このあとどうするんでしょうか。あ、外堤取りに行きますね。そして馬運力つきましたね。武漢を制圧いたしました。なるべく早く関数をですね、倒したいところでございますね。お、発見した。おお、よし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 、こき使ってやろう。さて、平坦切りましたね。ナイスナイス。でも外堤まで行っちゃうから、これは平坦切ってももう追いつかないですかね。確認してくれ。うん、足止め10日行ったんですね。これはもう追いつかない。ただこれだけ士気が減っていけば、もう一度このまま引き返してくるっていうのはおそらくないと思いますので、馬隊はこのまま安定に向かって入場いたしましょう。これ歩は結構取れましたけど、本当人足りないですね。で、これ兵全部動員してもこれ点数取れないんですよね。この兵数じゃさすがに、まあ、馬長次第になっちゃうんですよね。お、馬隊すごい。老将見つけましたよ。知力プラス10。あら、これどうしようかな。宝徳がすごい頭良くなっちゃうんだけど、大軍師になっちゃうけど、これ宝徳が。馬長が以降を訪ねました。どうだ、その他も我が軍に使えんか。貴公に使える気はありません。無理だな、これダメだ。これ、いや、ここら辺アンチ馬長も多いですからね。
多いとかもそうですよね、あの女子の。はい、思ったより早くですね、張飛軍が滅亡してしまいましたね。そうそうですね、取り上げてますね、張雲と張飛の武器をですね。早かったですね。報告がある。そろそろ私たち長安2万3000人兵作れましたんで、点数どうでしょうね。1万人微妙な兵数ではございますが、で部位が今3000出てますけど、合わせても7000人、1万7000人なので、どうでしょうかね。行ってみましょうか。さて初めての出陣ですね。馬長馬隊宝徳で主力で行きますね。あとはですね、城からの攻撃分散と俯瞰で青鸞ですね。もうこれしか選択肢がないですね。人が少なすぎですね。さてさて、まず陳宗を目指してまいりましょう。さあ行くんだ。ついてこい、ついてこい。天水の前に陣を作ろうとしていたら、やっと来ましたね。4000出してきましたね。これはチャンスです。誰が出るかな。バガンだけ。あ、バガン感触与えてるんですね。てか感触バチバチ与えてますねこれね。全員だ。バガン4000。陣形は奉仕かな。これは奉仕の感じですね。魚鱗もあるとは思いますが、わかりました。バガンはあれですよ、マー軍団じゃないですからね。漢中の人です。さてじゃあ建設をやめてどこに出るでしょうかね。まあどこに出てもいいですか。さて初めての戦闘でございます。どうなることやら。おっとそっちに出ましたか。ああ、馬運力狙い。汚い汚い、一番汚い。これはやられちゃう。おっと馬運力頑張ってる頑張ってる。おっ、陳宗しゅきょ、これはまずいな。やりやがった。これはまずい。平坦切られる。おい、なんで馬長を裏切るんだ。これはどうしようかな。宝徳を戻らせましょう。さてさて、大変なことになりました。うわー、これやばい。おっと来た、馬運力馬眼。喧嘩早いね、マー軍団。これで勝てばなんとかなるか。73対75勝てるかな。そういけ、容赦しないわよ。かかってきやがれ、かかってきやがれ。そういけ、いいパチンコ。おっとっとっと、やられてるやられてる。2号目もやられてる。3号目でちょっと返した。4、あーこれまずいな、これ負けた。初一騎打ち、負けていく。これはまずい、これは全滅パターン。うわー壊滅だ。で陳宗やばいな、平坦切れそう。天水は5800人。青鸞がどうなるか。馬眼撃破。ここ入られたらもう終わりですね。どうしよう、まずここまで行きましょう。心得た。そして城攻めどうでしょうね。なんとか持つかな。1900でまた出してきますね。円光だ、遺恨のある馬長を叩きのめした円光ですね。これはなかなかの戦い。一騎打ちになればちょっと熱いですけどね。おっと馬長の横に出た円光。これはどうだ、馬長持つかな。あ、いい勝負だな。いや馬長負けてるな。激励が入る。そして宝徳間に合いましたね。平坦切れは防いでいく。これどっちかな、こっちか、どっちか。この2つ両方倒さないと危ないですよね。攻撃にして敵接近時攻撃でいきましょう。心得た、心得た。ここが1本ですからね、めちゃめちゃ危ない。一応馬隊を配置してますけどね、ここちょっと塗ってほしいですね。馬長対3000合流、これは大きい。よく出ましたね。
さて、城は青鸞を待たずして落ちるかな。円光が戻る。しかしもう遅いかな。あ、落ちましたね。いや、よかった。さあ、落ちた。これであとはもう V を取ればだいぶ楽になりますね。うわ、多いとか剣王武将馬長だから絶対来ないですよね。誰も新教とかいないですね。これ全員古希使おう。うん、捕虜だ。あかん人少ないからめちゃめちゃ賊枠すごいな、これ賊だらけ。こっちも戦費出てるし、すごいわこれ。早くこれ関水倒していろいろ古希使わせないと。さてさて、関水から使者が参りました。何かおっぱいを強調しておりますが、どんな話でしょうか。お、捕虜の返還ですね。大丈夫なんですか。お金なくなっちゃいますよ700しか金ないですよ、この人たち。もう準備できたらすぐ攻めちゃっていいですね。兵が兵1万もう兵増やせないですね、これね。1万相手だとやっぱ2万ぐらいあった方がね、余裕ありますね。まあ承諾しましょう。もらうだけもらっといて、後で全部人はもらっちゃうんだから。そして炎章対曹操ですね。炎章押しておりますね。なんか歴史通りっぽくてね、面白いですね。あ、しかし曹操軍に趙雲がいますね。何ですかこれは。なんか一時曹操のところにいた関羽みたいな感じで趙雲が入っちゃってますね。すごい、曹操軍一気に兵を押し出しております。あ、トートンがいる。トートンはうちに来る人だよ。これ救出しないと、あんなこき使われてかわいそうに。さて、再び関水の使者。関水というのは金ができると捕虜を解放してもらいに来る、そんな感じでしょうか。あら、またお金800になってる。しかし兵士は一人たりとも増えないですね。2200円もくれるんですか。ありがとうございます。なんかね、人質取ったみたいで悪いですね。人質ビジネスみたいでね、身の代金じゃないですけどね。いや、悪いですね。さて、兵はあんまりないんですけど、金が3万9000円あるんで結構ですね。お金は貯まりましたね。ちょっとですね、この V の周りの負をですね、ちょっといたずらしちゃおうかなと思いますね。出てきたら出てきたで戦えるぐらいいけると思いますんで。ではここら辺の負ですね、狙ってまいります。さあ、行ってまいりましょう。ついてこい、ついてこい。さて、ただいまですね、探索で監督発見いたしまして手に入りましたね。新居です。さあ、僕らの仲間が増えました。おっとっと、孫作こんなところで誰に殺されたんでしょうかね。孫作死亡、孫権が継ぐ。あ、一騎打ちで加工トン。君主だから捕らえられた時点で初段が選べてしまうんですね。うちも馬長だから危ないな。相変わらずですね、強族が馬長を裏切って大暴れです。もう歩を4つ取られました手出しできないですね。聞いてくれ。あ、東照軍との同盟翌月解消だって。これちょっと背後は動いてほしくないですね。なんとかなりませんかこれ。同盟延長ってないですかこれ。さすが上級、厳しいですね。便器1万5000、よく便器に感触を与えて1万5000もね。関羽とかいるでしょうに。いや、敵に回したくなかったんですけどね。ちょっと関水を落とすのがちょっと遅かったかな。まあ平気なしだったら落ちないかなとは思いますけどね。いやいや、なかなか忙しくなってまいりました。さて、道館の守りですね。
一応神前は出してたんですね。受け取るかな。あ、受け取るんだ。これで受け取っても上昇はしないですよね。危ない。うわー、またこれ冠水だ。あー、これはなんだ、東照軍だ。あ、奪ってきやがった。すごいや、すごいやるな。うわ、また賊が出た。難しいこれ人がいなすぎて難しい。これ早く冠水倒さないと。うわ、異民族いっぱい呼ぼうと思ったのに、これ逆に異民族や族にやられるっていう。まず武を持って知らしめないといけないですね、これはね。さてさて、どうか1万4000入れましたね。大丈夫そうですけどね、見た感じは。そして曹操来てますけどね、これ曹操と我々接したくないですね。最低限それまでに関数を落とさないと。まあまず難しいですね。ずっと防戦になっちゃいますね。もうちょっと炎章頑張ってほしかったですね。陳留の維持ができなかった模様でございます。さて我々の進行状況、馬隊と馬鉄合流させようとしてます。こちらですね、ちょっと平坦太くしようと思って、これジグザグルートかけておりますね。ここに弓矢倉を作って釣ってみたんですけど、やはりですね出てこないですね。頭良くなりましたね。そしてですね、賊が、歩をですね6つも取りましたね。このこの兵数ですからね、もう手出しがねできないです。あ、ここら辺もだ。もう賊だらけですよ、この世界は。ヒャハですよ、これ。とんでもないですわ。早くこの世の中をですね、我々異民族軍団でですね平定しないといけないですね。賊は即処断でございます。また城の近くにですね弓矢倉などを建設してみたらどうかと思うんですが、出てくるでしょうか。出て、あ、出てきましたね。7000。お、炎光7000。そうきましたか。さあ馬長と当たる。しかし弓矢倉が完成してしまう。あ、来たぞ。熱い熱い馬長対炎光。ここでやったが何年目でしょうね。炎光85もある。馬長97。一気持ちだ。バチコイ、勝ってる勝ってる。あの時の場所ではない。おお、どうだどうだ。ここで結構並ばれてるぞ。危ないな、危ない危ない。あの時の二の舞になるところでした。これまずいですね。当初早々に落とされますね。で、相変わらずこっちにすごいですね地域怪獣をかけてくるんですね。そんな場合じゃないだろうと。これ NPC ってプレイヤーの方を結構目の敵にするんですかね。さて城攻め観光いたします。うまくいくかどうか。さあ入りましたね。結構痛いですね。100単位で食らっていきますね。お、長州が捕まった。で解放。またウルトラクイズ。陳宗周辺確認してくれ。お、曹操大将軍になったり。なんかこれ曹操強いな、これやっぱり。いやー、なんで強族湧くんだろう。これ心境持ってても湧くんですよね。イブですよね、あれ読み。これあー、でもこれは族か。異民族はあれ心境とかですよね。あー、じゃあ心境を。なるほどなるほど、分かりました分かりました。これ天水とか長安とか、こればらけておかないと。やっぱり異民族族よりもですね強力ですからね。分かりました、今頃分かりました。こんなに異民族の脅威を浴びたことなかったですね。いやー、ちょっと舐めてました。ちょっと難しいですこれ。で3000出てくる。また炎光だ。でまた一騎打ちだ。これ炎光大丈夫ですか。怪我とか大丈夫かな。体力も回復してるかな。
さあ2戦目バチョタエンコ、なんとも早清涼の金馬鳥水産、震えてないで出てこい。さあ行け、エバチョイ。おっとこれ一撃重い、今回は余裕だ。おお、でもわからないぞ。あぶねあぶね、一撃食らってた終わりでしたね。さて、あ、壊滅までいかないですね。ただ士気が落ちきるんじゃないか。うん、そして白馬鉄器、これ拠点に入りましたね。ナイス白馬鉄器。関水この後に及んでやってくる、ただの嫌がらせ。さてさて、投石も入りましたね。さあこのターンで落ちますかね。落ちそうですね。人が全滅しますねこれ。さあ関水が滅びます。ボー、あれ V って大きいの、大きい町グラじゃなかったですか今の。ていうかグラ変わりました。いやよく覚えてないんですけどね。さていっぱいいるな、なんでこんなにいっぱいいるんだ。さてさて、全員投与、あれダメ。ぐれぐれも、おお関水入った。関水は心境とかないんでこき使いましょうね。多いとかダメじゃないかなね。剣を馬長、強女もですよね。これも遺恨がありますよね。長江もか、賊はいないな。よし、賊はいないな。賊だけは初段だ。よし、全員牢屋に入れとけ。ガトー上がるレベル2。しかしね、人がいなくてもうコストも何も関係なかったんですけどね。さてさて、これでですね武将数結構増えましたね。何人ぐらいですかこれ。あ、それでも17人ですか。まだ17人しかいないんだ。まあ捕虜がいますからね。捕虜が 1,2,3,4,5,6,9 人ですね。うわあ、この9人が全部入ったとしても26人、少な、4都市26人。うーわー、あれあれがいない、成功栄がいない。あら、あれ成功栄が逃げちゃいましたね。あららららら、あ、安定に在野でいますね。なんでだろう、安定で拾ってこないといけないですね。なるほど。さて序盤はこれ難しいですね。普通になんか縛りプレイをやろうかっていう話じゃないですね。これもう普通にプレイが難しいという、このシナリオの馬長こんなに難しかったんですね。これ東照が取られたらどうしようかっていう感じですよね。これずっと曹操からの猛攻を受け続けるわけですよね。うわ、で長州は城陽一つだからこれもすぐ落とされますね。でここ武漢はもう曹操と接しちゃってるわけですね。うわー、これはきついな、ここの守りは。さあこの壁をまず乗り越えてですね、お待ちかねの異民族プレイが始まるという普通に難しいじゃねえかというね。というところで第1回ここまででございます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。